さあさあさあ続きやっていきましょうか。メリオパーティーじゃないわ、なんだっけ、メリオストーリー2だから、それは違うんだって、マリオストーリーですね。まあ、こういうしょうもないスターティン、あ、くるっと回らないんですね、くるっと回らないんダンスね。どうしようかな、くっそめんどくせえやつらばっかりかな。まあ、一発ずつやってっか。なんで一発目でミスんだ、タコライス。本当にもう、沖縄の灼熱地獄で生きていきたい。そう、本当に。やばい、しかも、甘いのは俺の方だった。食べられるってなんだ、はぶられる。そう、ちょっと待ってな。一撃、さあ、ちょっと待って、本当に、What happened to me? どういうこと、お前はいけるんかい、ちょっと、なんでマリオ、なんで、マリオ、ちょっと早すぎた。今のは5リット早すぎた。仕方がある、ちょっと、マジでマリオなんで、はあれマリオはあれ何あの、技を使っちゃいけない縛りみたいなのがあるのか。あ、やばいぞ、これは。うわぁ、ちょ、危ねぇ、おりゃ、なめんなくそったれ。ちょっと待って。ちょっと、本当にマリオが飛べないんだけど。どういうこと、やばい。何アクションボタン使えない縛りになってんだけど。どうしよう、このまま。ちょっと待って、A ボタン。でもさ、振り用は使えたもんね。クリクリしてたもんね。ねえ。クリちゃんとリスちゃんがなんかクリッとしてたもんね。やばいって、なんでだ、ちょっと本当に謎すぎる。うわー、じゃあ、しかも普通に食った、せめてハンマーをブロス。ごっくんの方がいいな。よっしゃ、あ、いけた、やっといけた。本当に人生初行き、やったです。ちょっと練習しとかないと、なんかもうくるくる。はい、ちょっと、本当何なんだか、マジで。わお、危ねえ。よしもう多分復活、もう復活チンコ。オッケー。で、とりあえず3体以上出てくると、星さんが、星3つですってやるから、坂井正明も大喜び。オッケー。で、で、くるっと回って、よいしょっと、バイアットイー、マリオタラヨッチョー、オッケー、ヌバチャトビディア、イエイ。とりあえず普通の言葉でちゃんと喋れるようになりたいですね。甘いですね。どうしようかな。とりあえず星を降らしておこう。雨降れ、あーさんが、オッケー、行っちゃうよ。パパ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 
2回くらい戦えば、あの、普通にレベルアップできるんじゃないか。あ、超オッケー。上手くなってきて、だんだん慣れて、だんだん慣れて、だんだん慣れ、だんだん慣れ。あ、あ、間違えた。しかも、願っちゃった。願ったって無駄なんだけど、うわぁ、もう、時々なんか、あの、A ボタンを連打しすぎて、こういうミスが起こってしまうんだよね。そこもまあ、俺の可愛いところなんだけど、自画自賛。凍ってしまって、あ、動けないだけか。なるほどね。でも、どっかのあれだね、コアッパクッパと一緒だな。なんか、投資してたやつがいたじゃん、前回パートでね。カッチカチに固まってたやつ。ねえ、よいしょ、OK ってやる。ちゃ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 ん。マリオストーリーって、まあ、サブクエもあるけど、一応さ、まあ、大したサブクエじゃないからあれだけどさ、あの、何かいるだろ。なんかがいるだろ、お前。バレバレだぜ。あ、そういうことか。そういうことか。ほい。あれが、おー、ウルトラキノコにウルトラソウル、ヘイ！ちょっと待って、ウルトラソウルあって大丈夫か？ウルトラソウル今いらないんじゃないか？ HP50 もないしね。なんか、昔はロイヤルキノコ Z をさ、なんか作るのとかに必死になってたなぁ。チャラー、石ころ。あー、ここであれか、ついに出てきた青いキノコ。キノコじゃねえや。青い甲羅のやつ。こいつはだからあれだね。普通に考える、え？お前、いつの間に分身の術を覚えたんだ？うわぁ、俺っちにそっくりなやつが、ダノブス、俺っちはカメキ、お前こそ何者っち、俺っちこそカメキっち、はい、あいつは偽物っす、そんな俺っちのこと分かれちゃ、あれ俺っち、あれ俺っち、ハンマーで思いっきり叩いたらいい。ちょっと待って、俺っちってさ、ちょっともう帰りたい、お前らの相手なんか知らない。てぇ、この野郎、バーゲー、これ。
ライレス、ひどいストレッチが分かんないなんて、受け方が、あれ、あ、え？あ、オレッチはひらがななんだ。あー、ちょ、せめてお前ら、甲羅になるよ、甲羅に。わかった。はい、ごめん。オレッチはカタカナだったのね。ひらがなじゃないのね。ごめん。バケデール。で、おめさんなり、うぐ。ま、勘で叩きました。はい。まあ、勘で叩いた結果、仲間を傷つける。しかも、なんかわからんけど、となぜか2体いた、バケッケーバー。ちなみに、あー、ほんと、こいつ、しょぼいんだよな、例えばな。こいつって、HP12 だっけ？よいしょ。オッケー。あ、違ったわ。もっとあったわ。ふぅーかん。変身！まあ、別にいいや。よいしょ。ちゃっちゃら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 。さあ、何本くれる ?3 回は微妙だな、ほんと、カスだな。これだから偽物カミキーみたいになるのかな。あ、カスだったわ、こいつ。マジカスだったわ。バケカミキー。バケカミキーだよ。バケは化けたカミキーの最大 HP は15。偽物のかっこいいか。マジか、偽物のかっこいいんだ。へえ、まあ、俺っちがひらがなってのがかっこいいよね。カタカナ全部とかダッセーもんな。よっしゃ。オッケー。はい、ひっくり返って。ってことは、これ全部のあれが得るってことなんだな。あ、でも一旦で蘇るってことは、なかなかやるびゃん。やるびゃん。チャ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 、オッケー、チャチャチャ。はい、さよなら。こいつ何回も出てくるってことなのかな、変身するってことは。だから、いろんなところでその言葉遣いとか、そういうのが危ない。なんかわからんけど、うまくいったわ。ホワイトガボン。フォアガボ、ホワイトチョコレートみたいな。もう普通のチョコレートもホワイトチョコレートの方が好きだな。ガキだからさ。なんだ？寒いところにガボン兵、なんでこんなところに住んでるのか謎だとされているよ。なんでさ、そうだよね。あ、だってしかもこいつらってさ、ほら、なんだっけ、ほら、寝るのが大好きじゃん。ほら、おう、寝るのが大好きだからさ、投資するじゃん、普通に。おい、寝たら死ぬぞーつって。ほら、よく雪小屋でさ、四隅に寝ててさ、1時間ごとにトントンって肩叩きに行くっていう、なんか紹介とかあるじゃん。じゃあ、4人目一体誰が、あ、4人目は一体誰を叩きに行ったんだみたいなホラームービーとかがよくね、あったりとかするけど、ホラームービー？ムービー？ムービーとは？ホワイト階段。ちなみに何言ってんだ？もうよくわかんなくなってきちゃった。もういいやん。はい、じゃあ、ポコピー。さ、最後までカメキをレベルアップさせないという鬼畜。チュイチュイ。オッケー、ポコピーウルトラソー。オッケー。まあでも、多分あともう2回くらいね、進化できるやつかとか、もう2回くらいできないと困るんだ。おー。なるほどね。これを使っていくと、元に戻ることができませんぜって、ドンマイって。まあ、別にいらないけどさ。石黒とか投げてもいいかもしんないけどね。まだ出てくこない？後ろ行けるよね。こっち行くと？なんか出てくる？あー、何も出てこないのか。そろそろ敵と戦えるかなと思ったんだけど、チドンとか、あんまりでもフラットっぽいとこが使ってないよね。あ？なんか埋まった。う、わ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 、なになになに？あれ？クリスターシンデル、こっちから行った。おー、なんかお色気ボンボン、お胸なしお姉ちゃんがやってきた。あ、マリオ、言っちゃいましたわね。あなたのことは知っていましたわよ。ふふ、どうして知ってるか不思議ですかって。私の名はクリスタール、クシスターのメッセンジュー。で、アール、スタールの先祖です。あ、なんだ、ただのババアか。先祖ですってことはもうあなたも死んでんだもんね。あ、お化けに会えた。死後の世界ってあるんですか。いやー、そうなんですね。よく聞いてください。今時間手短に裏聞くのもさ、そもそもことの起こりはずっと昔の盛りに、私がまだ裏若き乙女だった頃、ある日裏山で恐ろしい事件が起こったので、私は直ちにそれに弟子と開けると、やっぱりそれ、なんだよ、お前、先祖代々話が長えのかよ。やばいぞ、でもこいつの場合はなんかあれだろうね、呪術でなんか呪い殺してきそうな感じがするよね。で、というわけで、手をした宣言をくっぱらってした。で、結局わけわかってないです。パンパン聞いてた。はい、うん。実況者は全くもって理解できてないけど、はい、これをあなたにお渡ししましょうって渡せるの？うわー、浮いてきた、お化けだー、怖いー。手短に話したけど、あなたの剣刀を祈りまーす。大剣刀、ちゃちゃちゃっと。ステストーン。って、こっちから来て正解だったんでね。よかったー、誠のメガネはないけど、なんとかいけたね。誠のメガネがあったら多分ね、あそこスッケスケのボインボインだったかもしんないけど。やっぱりお姉ちゃんスケスケの方がいいっすもんね。で、これをハメハメすると、
穴という穴にはめはめするとどうなる？タタ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 。うん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 。上に行けまっちょー。っていうことですね。あ、オッケー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 。チャ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 とりあえずじゃあ雨を降らしましょう。雨雨降れ降れ母さんがーと。さあメガネをかけた怪しい星が出てな、星がヒゲ生えてたら眉毛生えてたりさ、もう星は星なんだからさ、もうさくるくる回って、あでもそろそろあれかな、やっぱ全とか今回さ思ったけどさ、あまだ星さんもくれるんだ、ありがてえ。ふんふんふん、オッケー、赤っきーん。あ、まあまあ、それはいいんだけど、あ、違う。あれだね、今回さ、単純にさ、敵が強いってだけじゃなくてさ、あの数多くない、なんか出てくる数。ね、なんか全体攻撃を持っているやつを、積極的に使っていかないと、すぐになんか体力つきそうな感じがする。めった打ちにされて。っていうことを考えると、こう全体攻撃できるキャラにしてた方がいいのかな。あー、ドタンちゃん、どっかどっかだいつー。ドッカンだぞードッカン山の元で働きたい人大募集、絶対に売れるホストにします。しろよセーブ、ここまで来てしないって何の縛りプレイだよ。これでも普通に降りると、あーやっぱりやったラッキーってことで、もう一回登ります。あー苦行だ、山登り、売れるホスト。売れるホストってなんだろうね、やっぱイケメンであること。まあでも聞き上手ってのも大事なのかな。まあホストの世界、一人いたな、すればホストの世界に入り込んでったやつ。中学校の時のバスケ部のやつがホストになって、でなんか大阪南の方であれらしいっすね、なんか看板持ってるらしいっすけど、看板っていうか、自分のお店を持ったのか、そいつ自身がなんだっけ、売れっ子ホストですっていうことをアピールするための、なんだっけ、なんかトラックっていうのが、動いてるみたいな、なんかも聞いたことあるけど、ここは今何もなくていいのかな？これ爆発陳列剤はしなくて良さそうだね。お邪魔しまーす！いらっしゃい。怖いだろう？お化け化け化けバーだろう？これを踏むと？落ちます？あー、ちょっと待って、沈んでいくー！そんなの聞いてないでしょ。あ、どういうこと？あーなるほど。で、青を押すともう一回沈んでいく。じゃあ今度は浮いていくという、そんな感じですね。あ、じゃあもう一回セーブしとこう。こまめにセーブしとかないとね。もうゲームオーバーになって、何度も痛い目になってた。あれ開かないんかい。あーしょー、チャラチャ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 、ちょっと待ってー。うわー、浮いてるやつか、クソめんどくせえな。じゃあ物知り、バサバサチュルル。吸い付いていく。7、8の2。A を連打しては吸い続けるかな。天井高い。でも地震なら。なるほどね。じゃあ、レサレサでもやるか。レサレサでやって、落ちてくんのかな。新しい敵いっぱい出てくんな。で、うおー、ちょっと待って、全然レーダーができてない。うおー、やばい、めっちゃチュッチュされてる。いやー、チュッチュ、チュッチュチュルル、チュルルチュ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 ル、オッケー。そうか、プロコーチすればなんか誰かから聞いたぞ。A があまり入り込まないから、だから爪連打とか全然あんまり通用しないみたいな。全然あんまりってなんか日本語になってないけど。落ちてきたーよー、違う、変更させてどうすんね。はい、ということで、踏み踏みタイム。ディッテューン。お、やった、防御。防御がでもさ、あれでしょ、カーンってならないでしょ、どうせ。ダメージが減るぞって言っても。でも、どちらにせよ。あ、カーン。え？なんかずっと吸い付かせてく？ああ、諦めよった。じゃあ、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 ちょ、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 グレッ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 。6回もピンとされたらね、もう多分ね、バサスチュールね、そろそろデレサレサのことが大好きになってる。あ、お嬢様、私のことをもっと見てください、みたいな。でもあれだよね、男って、なんか S 気取ってるやつも、なんか潜在的には、なんか M の心を持ってるらしいです。めっちゃ臭いですね。どうしよっかな。でもどちらにせよあれだもんね。で、あ、でも、ここら辺の敵ってさ、
あ、なんか投げれるやつだ。違う。勇気やコンコン、あられやコンコンって聞くのかな。でもな、寒い世界に住んでるやつだからな、なんかカキンカキンカキンってなりそうな予感もする。でもとりあえずアイテム欄を開けたいし、いらないからとりあえずもうカキンカキンカキン。あ、食らうんかいお前ら。めっちゃ食らってくれた。ゴリゴリに食らってくれた。しかも落ちてきた。なんて優しい人たちなんでしょうか。人じゃねえわ。前回のやつ言った、連続サズコウモリってか、コウモリの数え方引きでいいから、やっちゃうわね。でもコウモリだもんな。コウモリだもんな。うおもう一応、うおー、連続殺コウモリをしてやろうじゃねえか。まずはヒゲオヤジのヒゲを脱毛してあげましょう。医療脱毛ですか。二度と生えてこないように踏みましょう。あ、踏んでんの俺だった。んで、くるくるってこう、テレサってどうやって生まれてくるの。誰かの魂なのかな。誰かのこう浮かばりきれなかった魂か何かなのかな。なんか俺の知るところでは、多分テレサって別に交尾してテレサ同士がなんか繁栄していくとか、そんなんじゃなくて、やっぱりお化けだから、生きとし生けるものがなくなった末に出来上がったものじゃないかなっていう感じがするんだけど、皆様そこら辺の知識いかがでしょうか。もしかしてテレサってこうやって生まれるんだよみたいな、何か知ってたかもしれないですけど、チャラ青い影、ってことはやっぱりあれを先にやっとくことっていうのは大正解だったかもしれないですね。でも一つ気になるのは、やっぱり赤いバッテって何なんだろうな。こんなところになんか3匹もいて、これ急に透明になったところで仕方がない。これポッチも爆弾でいい。あ、違うわ。あれ、じゃあどうしたらいいんだろう。よくわかんないや。とりあえずお邪魔しました。帰るな。で、こうちょカキンチョパッキンって開けといて、ドアを開いたら裏に行けないんですね。あ、よかったよかった。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだいにしといてよかったですね。で、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだいにした。あれあっち側開いてない。あ、さすがですね。ってことは、このどっかが裏、裏行けるところね、っけってことで。これ鏡になってるので、実はただのスケスケなんですね。もしくはマジックミラー号ですね。なんだったっけ、なんか西村さんだったっけ、西さんだったっけ、なんか忘れたけど、ほらマジックミラー号とかってさ、なんかもともとはさ、ビニボンっていうさ、ビニール袋に包まれた本とかを売ったりとか、無修正の本とかを売って、まあ、何回も使うわーおー。マリオ来たー、こうだったらやっつけてしまえー。なんかもともと悪いやつみたいな。てか待って、バケバケ自体は、ああ、なんだ、バケバケ自体もあれなんだね。そうすると、じゃあ、とりあえず、ふみ、あ、じゃあ待って待って、こういう時にさ、もう腹立ちんこだ、ほんまに。もや、もう、いや、バウィー。ピーオーラオーラオーラ、もういや、一体どうせ2ターンかかるんだから、スピョイカキーンで変身するんだろう。どうせしないんかい。痛い、しろよ変身。じゃあそこまで来たら本当に踏みつけてやっかな、バーロー。オラオラオラ、なんかいろいろと、なんかもういろいろとでって言うて、もうバーンってボインってブーンってなってるけど、まあ構わない。そんでここにペイッとトイッと飛んでたら何の問題もないですよ。ベラ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 。で、こいつは、こいつになった瞬間爆発するとかそういうことないだろうね。大丈夫だろうね。くるくるくる、あ、よかったよかった。なんか爆発するかボム兵みたいに、ドゥドゥってなるのかなと思ったら、そんなことはなかったですね。危ない危ない。本当によかった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 。で、そんなことはどうでもいいんですけれども、くる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 ってなってると、本物はやっぱり強いよーって、そらそうだったら偽物の方が強かったら、本物刀なしだもんね。ネジレジアとかだったらもしかしたら強いのかもしれないけど、ネジレジアってみんな知ってる？ネジレジアじゃなくてネジレンジャーだったっけ？あれ、これはこれでさ、ピッてやるとなんか、出てくるのかな。向こう側に行けるんだね。まるで鏡のような見せ方をしてたけれども、実は全然違う世界でしたみたいな、そういうオチだったよね。もしかしてこれをすることによって実は元の世界に戻れなくなるとか、そういう恐ろしいことにならないですよね。大丈夫だよね。ということで、じゃあこっちに向かっていきます。でもこっちの方向かっていって帰ることもできるんだよね。ということで、じゃあお邪魔しました、また出てきましょうねって。こっちの方に行くと、こっちはこっちでなんかどっかまた裏世界にでも行けるのかな。おお、こういうことですか。ありがとう、星のかけら。心から体へ、体は心へ、連なるいくつもの絡み合ったら線の模様で、こっちに行くとさ、変なやつが何かいるから、スーパーキノコチャラで、とりあえずレサレサにしとかないと、またバササチュラですよね、ですよね、なんかそんな気はしてたよね。ドイと踏みつけて一発でさよならバイバイ、俺はこいつと旅に出る。デッキュー、鍛えた技で踏みまくり、バケバケさよなら。殺せない、いつもいつでもうまくいくなんて、そりゃそうじゃ、いつもいつもうまくいかないと意味がないんですよ、そりゃそうじゃ。落ちてこい。うおーうおーっと、
オッケーオッケーオッケー。さあそんで来ないんかい。やっぱりこいつあれじゃない、隠れるんじゃないか。隠れじゃ忍者忍者になるんじゃないか。俺は大体それを言うことによって俺の年世代がバレる。まあもう32歳ってことを公言しまくってるんだけど、32歳のおじさんますます元気に生きて、ビンタ発射、バー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 、オッケーオッケー、ベイビー構わないぜ、ハッハー。ということで、さあ星6個ゲットです。星6つです。坂井正明もびっくりです。まあ、坂井正明さん、坂井正明の関口博士さんだっけ、どっちだったっけ、もうどっちでもいいや、もう何でもいいや。で、これ、クイってやると、なんか落ちると、ビョイーンってなって、で、こっちにジョイントバームすると、どうなるんだっけ。で、お邪魔しますとすると、あーまあ、なんかもう、戦ってばっかりだな、まあいいや。うわー、なんで、今の食らわないのか、マジかマジか。うわー、上にいっぱいいらっしゃるということで、めんどくさいから、星の降る夜で、とりあえず落としましょう。はい。で、一発一発芝居って言ったら、なんとかなるから、はい、2ターンで、はい、1ターン、3ターンかかるところ、2ターンでなんとかしましょう。うん。まあ、もしかめんどくさかったらあれなのかな、驚かしたらいいのかな。でも驚かしてもあれだもんね、スターポイント手に入らないもんね。よし、おはようパパ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 パ、はい、お顔晴れ晴れ、ば見晴れ晴れ、合わせて晴れ晴れ、無晴れ晴れって感じですね。よし、うわおわわ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 、オッケー。一発目もお見舞いしたい、二発目もおかわりしたい、三、ちょ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 、あーあ、ちょっと待って、なんか全然 A 連打ができてないんだけど、ちょっと待って、なんで、あ、ちょっと待って、A が反応しない、ちょっと待って、待って、待って、無限に、おちちが吸われる、おちちすいすい、無すいすいだってね。いやー、ちょっと待って、うわー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 。ということで、まあ、とりあえず仕方がないので、くる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 、うん、ちょこ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 、でてぺ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 て減るんじゃね、コイン消えるの早すぎないか、やばいぞー。ドラキュラあった、あーなんか後ろでビリ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 ンがいる、ビリビリンが、あいつを先に縛った方がいいかもしれないんで、先にビリビリンをボロボロにしてやろう。じゃあ、ちょ、落ちやがれ、お前。偉そうに乗ってんじゃねえよ。何がクリッチしたいだ、お前なんかな。なんかよくわかあー、お前じゃない、お前にしたらビリビリされちゃうから、やだーマジか。ほんで、おぉ、相変わらずの A 連打がなんかすっげえ遅いんだよな。なんなんだろうね、これね。ほんとに腹立ちんこだわ。ほんとにもう。何回チンコって言えばいいんだ、ほんとにもう。これは健全な視聴者さん見てらっしゃる。うぉ、なんか、ブロブロだ。はい、で、ビリ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 、うぅ、ってなってるんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですよ。あいつがビリビリなろうがどうでもいいんだよ。お前、ああ、そっか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 。お前をとりあえず踏みつきんこ。おやらーって言って、はい、さあ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 、4つくらい出す、4つくらい。1個もうクズの極みじゃん、カスじゃん、終わってんなぁ、マジで。なんなんだこのステージ出てきてないからか、もう初登場じゃなかったら、もうあれなんか奇出だったら、お前全然わわえなんかにあげませんよって。うえーって、俺なんだよ。まあ、お前そこでくっついてるのに何のビリビリの効果もねえんだな。なんか情けねえやつだな。もっと頑張ればいいのによ。ほらほら、気合い入れろ、気合い。ほらほらほら、もっと頑張ってチューチューしてよ、チュー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 。ほら、バササチュルルのチュルルがなくなってバササルルになっちまうぞ。いいのか、それでも。熱のど鼻にルルが効き、痛いやっち、ビリ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 。いやということで、オーラもう一回もう一回、何度でもビーター繰り返し、ハイヤー、くる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 、おまわりさん、こちらですよ、危ない人がいまーす。オッケー、ちゃ、パカパカピー。で、おう、ビリビリだからビリビリってか、じゃあ、石黒いらないから、はい、捨てときましょう。でもな、ここに出てくるやつらな、別にビリビリさせたところであんまり意味がないんだよな。あ、でもそっか。ビリビリさえ食っとけばあれか、バスチュールルの攻撃がとりあえず受けないで済みますかもねってことで、生クライバー与えるダメージが1減るが、敵から受けるダメージも1減るってこと。ということですね。ということで、防御力を2にすることができるけれども、まあ、パワープラス使ってるからね、どうなんだろうな。じゃあ、パワープラスの意味がなくなるようになってなるけど、まあ、でも、どうだ。生クライバーでもいいんだよな。モロハの刃も好きなんだけどね。1、だから、結局それはあれだもんな、レベル感に、あーなんで今の当たらないんですかね、本当にもう。ほんで、レッカメック、あ、レッカメはあれなんだな、ってことは、とりあえずこいつを、あっちょ一体どうつきます。しかも攻撃力、確かこいつらレベル1アップさせるんじゃなくて、攻撃力1上げるようなの特殊能力を持っていたような、そんな気がするんだけど、きっと気のせいでしょ。
で、ぽい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 、さあ、変身してやろう。お化けヒュルヒュル、ミヒュルヒュル。なんか腹立つな。てか、リボンの数がおかしい、もしかして。ちょっと待って、よく見てみよう。よく注目してみよう。リボンの数は一緒ですね。でもあれだな、あの、刃の位置が違うから、やっぱりお前は偽物だー。偽物には全くもって遠慮しないですよ。攻撃力1アップしたところで、あ、でもそれあれか。あ、いや、でもよくないな。やっぱレサレサビンタだから、攻撃力が1なんだけど、あの、1アップさせることによって、レサレサビンタが1発ずつ、あの、攻撃力アップするっていうことだから、2をなんか6発か5発だか食らわされることになるくらいだったら、まあ、先に倒しておいた方が先決かもしれないということですね。はい。あの、すべての戦いが終わってから分析をするという、あたかもなんか、賢そうに見えるけれども、一切ガサ喋っていることは、まるでバカが喋っていることと変わりないですからね。すいません。あれ？何かを捨てましょう。何かを捨てなきゃいけないんですけど、何を捨てたらいいのかわからないから、とりあえずビリビリになるつもりはないので、きっと君は来ない。え？ちょっと待って、じゃあ、どうすりゃいい？ちょっと待って。この先に進むと、あれだよね。で、ここ降りても、チャーナーが手に入るだけだから、いきなり詰まったですね。鍵がかかって開いてない。どうしようかな。ちょっとで、カカ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 。じゃあ、この先何かどっか進んでったら、きっと手に入るでしょう、ファッションショー。でも、あの、でもね、あの、キラキラ落としが見つかったってことはね、なんかね、どこだどこだどこだって、でも、これ以上わからなくなってしまったら、もう終わりなんだけど、おぉ？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ん？奥も行った、手前も行った、爆弾で、アマテラスぶちかました。やっぱりあの罰が、ああそういうことか、思い出したぞ。あの罰を踏んだこと、じゃああの反対側を爆発させたことによってこれ鏡になってから、多分あそこの罰は落ちている。そうだよ、ほらほらほら、賢い賢い。うん、もう20年前にやったゲームだったとしても思い出せや俺の勝ちなんでさ、なんか出てこい。なんか何も出てこないんかよ。なんか出てくるかなと思って期待してたのに。じゃあ仕方ないから爆発。で、降りてきたら、ほーらいっぱい降ってきた。ほーらいっぱい降ってきた。ちょっと待ってね。なんなら値の真似なんかして、マリオまさか本当の値が分かるなんて、ちょっと待ちなさいよ。あんた偽物のくせに何言ってるのよ。本物の僕は僕の私よ。あれ？だから、いけませんわ。よくご覧になって、みんな偽物ですわ。私が本物よ。あれ？値って言ってなかったっけ？こいつともともと。俺が、お、まあ。みんなね、もう許せない。マリオこの人にガタッパリからぶん殴ってよ。値、あ、それがよ、ボカッと。ちょっと待ってね。まず、お前帰れ。お前は帰れ。しまった、バレたかや。もうちょっとうまく負けとけや。って、負けたんじゃね、あの、化けたかどうかじゃないんだよ。あの、言葉遣いなんだよ。どうして私を叩くのよーって。私。いい、あら、私が偽物だなんて、もう私ってね、なんなん、こいつらオカマばっかりなのか？ね、位置的にはあれでもね、あー、ラーン、よく見破ったわねー。ちくしょう、うまく話し合わせなのにーって。はい、じゃあ、目違いしたら、お尻のそばでドカンとして、もうやろうとしてることが恐ろしすぎるよ。もうただの殺伐、殺人じゃないな。もう殺、もうわかんない。殺伐としてるってことで、じゃーらーん、オッケー、赤い鍵をゲットしたということで、どうしよう。まだ時間あるな、まだ時間あるな。よし、まだもうちょっと頑張りましょう。もうちょっとだけ頑張ろう。うん、27分だからまだいけるね。もっともっとおじさん頑張っちゃうよ。ひげ親父に負けないくらい頑張るよ。じゃーらーちゃーちゃーん、セーブ完了。さあ、これを開けて赤い部屋に行くと一体何が待ち受けてるの？とりあえずハンマーでぶち破ったけど無理だったね。ちょ。なんかちょ。くる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 回れないんだけど。ちょっと待って、すごい大変、すごい大変だ。ちょ。たた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 た。ちょっと待って、コーヒータイム、ちょっと。鏡になってたり、鏡になってなかったりとかするっていうのがね、こう微妙な差し加減だったりするんですよね。で、これをこうなんか行ったりとかすると、果たして一体どうなってるのか。とりあえず道なりに進んで開けてみたら何かが待ち受けて、いるですね。なんだお前は。パラレラ様、ここ何人たりとも通すか聞きないから、お前のような怪しいやつ、お前の方が怪しいわ。顔面蒼白じゃねえか。一体どうしたらお前そんな顔になってるんだ。とりあえず、ホワイトがボーン、ボーン、ボーン。あ、でもそうか。あ、違うな。これあれだな。確か透明チュチュチュ、あらチュチュチュになるんじゃねえか。さあ、戦いに来いよ、俺、亀行く。かかって来いよ、逃げんのか、ピューン。しまったなぁ。こういう時にこそクリクリにしとけばよかったな。クリをね、クリクリ、クリクリ、それ、クリーにしとけばよかった。わお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 。反対側が消えます。まだいます。じゃあとりあえず、もしかしたら奴が出てくるかもしれないから、おい、よいしょー。ああ、ここ落とさんといたら絶対倒さん。なに？さっき倒したやつのと、また同じ個体なのかな？うわぁ、いっぱい増えてると思ったら白いやつだったらいっぱい出てきてるんだね。そういうことですね。じゃあとりあえず、くるっと回って、そんなとこでミスするんだよ、バカチンコ、この野郎、回れ回れ。なんかもうほんとこのパートのなんかマリオかすかな。うわ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 
ここにすると
ハートキャッチプリキュアーで豪快、あーじゃあお目からでいいよ、ホワイトカブーン、ホワイトカブーン、オッケー、で、でって言ってて、で、多分ね、で、多分、これうまくいくじゃん。そしたら、ハートが5個回復するわけですわ。うん、そんなのどうでもいいんだけど、うぃー、優勝、優勝、優勝、あー痛い、一回ミスするとダメですね。で、くるくるくるっと回復して、で、とりあえず、マックスになって、マックスにならないんだな、ジャンプして、で、潰しておいて、で、その後ろの、なんか赤い杖で、エクスペクトパトローナムって、回復する魔法って何だったっけ？とりあえずこれくっつけーのっていう名前だったっけ？で、そいつ逃げるから、ピューンと逃げて、はい、砂ぼこりも何も立てずに、スッスッと、忍者のごとく逃げていくってね、かっこいいでございますね。で、後ろの方がババ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 、まだいるなぁ。あいつ爆発させた方がいいんじゃないか？でもまたでもなぁ、どうなんだろう。ちょっと待ってね、これいける？届くかな？知らっ。うちじゃあ。なんだよ、食らわねえのかよ、マジかよ。そして数が多いな。じゃあ、とりあえず、じゃあ、全体、スーパーとウルトラだったら攻撃力変わんのかな？いや、んなことはないよ。多分、地上にいるやつ全員まとめて、わで、くるっと。で、とりあえず、いらないので、これは使っておきましょう。はい。反対側から星打ってくる。この角度だったら、マリオがぶち抜かれてそうな気もするんだけど、そんなこと聞いて気のせいでしょう。で、最後のやつ、全然星、おぉ、めっちゃくれたわ。3331ってところかな。はい、オッケー、ありがとう。ごちそうさまでございました。で、後ろの扉が全部ボコ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 って開いたところで、これ別に開ける扉でもなんでもないから、あ、コインが取れなかった。はい、さよなら帰りましょう。で、ちょっと待ってね。じゃあ、もしかしたらまたさっきの灰色ゴリラが出てくるかもしれない。灰色ゴリラっていう名のですね、ゴリラと人間が、交尾させられた結果生まれた、生物兵器っていうですね、コンゴっていう1995年だったか、そこら辺の映画をぜひご覧いただけたらと思います。ここは変わりないのかな？あ、ここは変わらないですね。じゃあ、こっちに来る意味あんまりないですね。じゃあ、そのまま進んでいきましょう。ということは、やっぱりさっきのなんかよくわからないガボン兵を倒したことによって開く扉をくぐっていくことが大事なのかもしれないですね。でも、そろそろなんかクリオネとかさ、ピンキーちょうだい、あ、ピンキーちょうだい出てきたな。カメキとピンキー出てきたから、他のやつ、あ、もう出てくるのかな？で、これは、こっちはいけないから、オッケー、じゃあ、ここで、なんか、ピンキー大活躍だな。全然、オプクとか出てくる場所が、場面がないですね。ドン、くるっと回って、こっちはいけないから、じゃあ、これも多分くるっと回るんだよね。オッケー、オッケー、オッケー。で、って言ってるんで、じゃあ、こっちの方にプリッと進んでいくと、わー、いっぱいいるね。で、なんか、わー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 、なんで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 、めっちゃ張り切ってたじゃん、あいつ。よいしょ、はい、おいで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 。ドゥーン、トゥル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 、はい、一撃必殺。あれ、なんか、カメコウがいる、カメコウ。あ、まあいいや、じゃあカメコウ、はい、さよなら、バイバイ。よいしょ、オッケー。中途半端にボコボコにしてあげよう。チュイーン。へぇー。くる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 。今、ところでスターポイントは何個だ？ 67 か。あいった、一撃目かよ。うおー、そしてレベルアップ。レベルアップキャッチプリキュアですね。オッケーです。じゃあ、ビリビリになったというところで、こっちでグッと行きましょうか。はい、踏んじゃいましょう。そして今、普通に A ボタンを押したのにね、素でミスってますね。ジュイーン。ちなみに、これは何ターンでも、うえー、あ、そうだね。やっぱりそうだね。ドゥーン。じゃあ、仕方がないので、最終的にモグラ叩き、ワニワニパニックをして潰してあげましょう。オッケー、うまい。チャ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 チなんか、たまには、あれなんだね。優しいね。で、こわ？帰ってこないぞ。うわーいーっぽ！は？やる気ある？な、ほんまにやる気ある？お前ら。もう、なんか、ま、ハンマーで叩く時間すらもったいないレベルでもう、なんかムカつく変装だよね。ほんとに。コロッケでももっとマシな変身するんだけど、これ一体どうなってるんだ？もう、これまでのさ、30分今日をさ、ずーっとベラ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 頑張って喋ってきたのにさ、最後の最後でマジで脱力するようなレベルの変装されてしまったら、
もうなんかもう辛くて辛くて仕方がないよねって話になってくるね。なんかすごい詰まってたけどさ。で、こっち行くとなんかセーブキャッチプリキュアないのか、セーブできるポイントはないのか、こっちはくるくるくるーメイプルシロップをもらったところであんまり意味はな、あおう。え、くるくるくると。ちゃらちゃちゃちゃ、ちょっと待ってね。で、あなたにしてるとちょっといろいろと不具合が生じてしまうので。あ、なるほど。なるほどね。わかった。別の部屋でゴー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 って、多分向こう側の部屋を動かさなきゃいけない。で、こっちは、カメキにして、ほい。どうしよう。ちょっと待って、あれ、こんなになんか奥深く、ああ、わあ、わあ、まあいいや。こんなに奥深くに行かなきゃいけないんだったっけ？わあ、いっぱいあるなー。じゃあ、こっち戻っていきましょう。ちょっと待って、予想以上に長くなってきているぞ、このパート。どっかでセーブできるポイントがあったら、もう即刻終了のお知らせをしたいところなんだけど、みんなどうでしょうか？どう思う？あった、お知らせないー。お知らせができないー。終了のお知らせできないまま、星のかけらを手に入れて、これで何個手に入れたんだろうね。で、こっちでガガ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 降りないんだったら仕方がない。落として差し上げよう、ホトトギス。これで全員まとめて倒すと10くらいもらえる。でもな、後ろのやつらとかなんか1-1しかくれなさそう。ってことは3-3-1中の8かな。予想通りでしたね。予想通りだったな、うん、俺の予測力甘く見るんじゃないよ。ちょ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 ん。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。で、またまだもう一匹いるだろ。いないんかよ。いるのかと思ったらいないんかよ。いないかと思ったらいないかよ。もうちょっと待って、全くもって日本語になってんねんと、星、モロハの刃。これ防御が上手い人だったらね、モロハの刃でね、ナイスで防御とかつけてたらもう防御力最強になるからいいのかもしれないけど、防御がまるでなってない、ど下手くそなのね、もうほんと、下手くそミンゴ、ね、ドンキホーテ下手くそミンゴの私だからもう無理なんですよね。でもこっち扉ブイーンと開けてって、で、こっちにカメキをやるとなんか怒るとか、そういうさ、素敵な出会いはないのかね。ないですね。はい、帰ろう。ということで、こっち向かっていって、で、こっちなんか適当にボロボロ進んでてるけど、このままでいいのか、このままでいいんだろうな、きっとな。で、あ、そっか、で、ここの鍵を開けていかなきゃいけないから、そこの鍵を見つけるための大冒険でかき、埼玉、金玉、負けが生える。金玉、金、オッケーで、ギョイーンと登っていって、じゃあ降りていって、そうすると何かが、いるー。ドン！さよならバイバイ。一撃必殺にはならないのは分かってたけど、まさかこんなに数が多いとは思っていなかった。ということで、スーパーフライ愛を込めて花束を一匹たりとも死んでおまへんがな。どうなってんねん、お前らマジで強すぎる。あーってだよバイさん。これで透明になられたら超めんどくさいんだけど。ですよね、なるよね。私が透明だ。そして攻撃力をさらにアップする。オッケー、いいじゃない、いいじゃない。ちゃっちゃちゃ、いいじゃない。だだ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 だ。くるくる。で、とりあえず、まあ、物知りはやっぱやっとかないといけないかなっていう義務感に駆られている。同盟は実体があるのかよ、触れるのかよ。あ、やばいですね。あ、やばいですね。あ、やばい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 。で、どうする気、どうする気。さらに攻撃力アップ。こうなったら仕方があるまい。ウルトラソウルを食べないところなんだか、そろそろレベルアップしたい。まあいいや、スーパーキノコ。とりあえずもうワンターンキルだけは、防ぎたいところでございますんで、はい。もう致し方あるまいというところですね。とりあえずじゃあ、いつでも倒せるように攻撃を受ける回数をちょっとでも減らすために1匹は、このようにお見舞いしておきましょう。さあかかってこいやー、おれやー、なめんじゃねえぞ。さらにおめえはどうする気だ。またもや透明ざます。で、さらに攻撃力がアップしたままになるのか。それはちょっと困ったな。どうしようか。とりあえず物知りましょう。グレイカメック、存在自体がグレーだよって。うん、もうあのブラックでもホワイトよきよきになってる間はこっち早めに対処しよう。オッケー、いいだろう。じゃあスケスケになってる間は触れないはずなのになぜか引っかかるんだよな。おりゃー、なめんじゃねえぞ。ゴーゴー。え、あ、そっかそっか、一旦なに透明になって、さらにどうしよう。うわりゃー、うげ
さらに、ズズキーボイン。これで何にもダメージを受けない貴様ら強えな、なかなか。あお、わお、おお、強い。おお、マジか。そんな攻撃力をお前、いつの間に手に入れていたんだ。まあ、こういう、あ、でもそっか。マイナス1になるとき。おお、やったスターポイントが10倍スターポイント10倍まあ、2倍ってことはしてたけど、まあ、次で進化できるということが分かっただけでも、まあ、儲けもん、メッケもんってところかもしれないですね。ちょっと待って、めちゃめちゃライフポイントじゃねえや。長くなってる実況中継が長くなってる。そろそろセーブポイントがあっても許されるんじゃないかなと、誰も怒る人いないと思いますよって思うんだけど、チャラ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 、神殿の鍵と思ったんだけど、この先まだね、どんどん進んでいくチャンスがあるとは思うんだけど、多分もう間もなく俺の記憶だと、次の階段を登っていったら、じゃあ扉を開けたところで終了なんだと思うんだけど、一旦セーブして終わりにしましょうかね。はい。ということで、今回ちょっと長くなりましたが、はい、もうボス手前まで行けたはず。あれ？あの部屋ってどうやったらいいの？またあれなのかな、爆発ボンボンなのかな、まあ、とりあえずセーブするところまで行きたいと思うんですけど、そんなところを皆さんにお見せしたところで何の面白みもないと思いますんで、じゃあ、この辺でね、一旦終了させていただきたいと思います。はい。ということで、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、次回ボス戦ご覧いただけたらというふうに思います。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。